飛行機みたいなアイコンが。勇気の泉護衛船。あったな、そういや、そんなの。これでもダメなんじゃなかったっけ。これでも発動しないんじゃなかったっけ。何これ。強敵の試練が可能になる。明石あげちゃうの人だ。可能になる。トパーズが足りない。トパーズ高いんだよね。ああ、これとりあえず可能だからやってみるか。ああ、片鱗を授けましょう。3分の1だから、これ3つともクリアしないとダメなのかな。ビリビリヤンマ足りなかったね、買っとこう。これ証あげちゃう人、マグネキャッチ。これ何が足りないんだ。ビリビリハーブ。ビリビリじゃないと僕ダメなんだよ。ビリビリハーブある。感電対策クリア可能。マグネキャッチの最終までの時間を短縮じゃ。やりましたね。トゥートゥン、これで次おすすめ。足りない足りないぞ。料理作成、あ、2個持っていけるってこと。そいつは素晴らしい。はい、売ってる。2個でいいのか。ああ、これもクリアできるじゃん。リモコン、あれ？クリアはできない。こっちはできる。見事なもんだね。これであれか、素早さアップと攻撃力アップ同時とか OK になるわけだ。その分消費も激しいぞ。でここ行け。ローブ3匹。報酬はかなり美味しいが、なんかめんどくさそうだね。15個。遠いな。まあまあ、あ、これもなんか多いな。ピタロック。これは。ただ今まだロックされてる感があるんだけど、手伝う。ああ、まだ研究が終わってないのか。ん、違う、これはピタロックのマークなだけか。ヒノックスとライネルをあと3回ずつ倒さなきゃいけないのはちょっと遠いね。琥珀7個。琥珀高いんだよな。バーサーク、バーサーク。あ、割引されてる。しかも1回に3個しか買えない。ちょっと買っとくか。 あと4個。こりゃ少しの間クリアに回った方がいいか。奥田の胃袋系はね、あいつあんまり数がいないからね。売ってるんなら買わなきゃ。あったあった。これでも5個しかないね。数あるうちに買っとかないと。10個だから。割とこなしていかなきゃいけないのが大量な感じだね。これ欲しいよね、やっぱ。リンクって言ったら、緑色の服に緑色の帽子。そして回転切り。まあ大体最後、青の服とか赤の服に変わるけどね。お、必殺技ゲージ1プラ。
オクタ風船使っ買った分使っちゃう。でもあげちゃう。これで。夜光石。人参シチュー。効果は、おお、これはいいね。敵を倒した時に必殺技ゲージが一部回復するから、これでもう必殺技無限ループ最高じゃないか。そしてレベルアップ。おー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 おお、報酬おいしい。じゃあまあ少し回しますかね。どれから行こうかな。うん、こっちから行くか。料理、移動速度、何もいらねえか。結構敵いるけど。やれ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 だぜ。うん、何をすればいいんだ。やっぱ飛んだ方がいいな。進行始めた。奥が守るんです。来たろ。ここからさ、動くな動くな。飛んでない状態のリーバルのコンボがね、今来てる。マッシュ。この勝負、僕の勝ちだね。マップが分かりにくい。おー、襲われてんじゃねーか。なんか爆発した。スマッシュ。この勝負、僕の勝ちだね。この勝負、僕の勝ちだね。勝ちとは言っていない。君が乗ってきたぞ。なんでもっと高く飛ばないんだろうな。終わりだ。青森ぶり。もういっぱいいるな。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。手加減なしだ。おお、いいダメージ入ったね。そこまでだよ。ほら、ピタロックのタイミング。オスも止まってる。僕の勝ちだね。地上コンボ終わるとね、着地してんだよ。おっと来た。これは狙え。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。やっぱゲージ日本はかなり強いね。次、俺は爆弾を使え。来たろ。打ち返してやるぜ。この勝負、僕の勝ちだね。もうちょっと、張り。はい、爆発。そこまでだよ。守りきれば勝ち系なのかな、これ。もしかして
この辺ちょっとよくわかんないですけど。燃やしてみよう。うわら、倒しきれ系じゃないっぽいね。気分が乗ってきたぞ。この勝負、僕の勝ちだね。やった。おい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 、急にタワーディフェンスやめろ。あえてね、ここまで全員呼んできてからここで倒す方が楽だぞ。僕の技見せてあげるよ。手加減なしだ。こっちの一般兵たち本当に何にもしなさすぎ。いっちゃえ、何そのダメージ。リーバルね、他のキャラと使い勝手が違うからね、結構違和感。そうなるよね。燃やしてみよう。あっ、スマッシュ。終わりだ。この勝負、僕の勝ちだね。回復しとこう。行くよ。飛んだ後に敵の方にうまいこと回りながら飛べにくいっていう。やめてもらいたいですね。ふん、来るのが遅いよ。役立たずがってことだよ。まあまあサクッとクリア。お、この月光のナイフ強いね。そしてリンクの新しい見た目装備。ふう。キュキュ。おすすめはここだ。よ。サビ取り装備あったっけ？お、一個あるじゃん。あ、調べるの忘れてた。これサビ取るときにレアアイテム使ったらいいもんに変わるのかとかね、気になってるから後回しにしようって言って何も確認してねえや。とりあえずマスターソードを鍛えていこうか。もうこれ使っちゃうか、一気に3上がるんで、少なくても通常剣をマスターソード以外にすることはないと思ってんだよ。なんで、君はちょっと今から合成だ。じゃあ先に経験値を貯めさせて。まとめて経験値をいただきたいと。じゃあマスターソードを一気に鍛えてしまおう。15、まだ大丈夫だな。よし、次は20かな。最後もう一個ぐらい開きそうだけど。強い。67。他のキャラが、ね、20とかであることを考えるとかなり強くなってると思う。でもこっちの方が強いんだよな。もういっぱいじゃねえか。
ふーん、ふふふーん、じゃねえんだよ。ふーん、ふふふーん。結構お高いからね。もう適当だね。おお。よし、オッケー。そうだね。じゃあもう一つぐらいクリアしたら本編に戻りますか。バナボリスを操作してちょっと鶏肉をもらいに行こうか。出撃。ちょいと。ドゥーン。やったぜ。3000倒せばよし。突っ込め。痛い。来た道帰ってるだけだ。やったか。次ぐらいでビームたまるな。落ちろ。神のイカズキだ。見せてやろう、ラピュタのイカズキというやつを。意外に攻撃ができない。よし、じゃあちょっとビームをぶち込みたいが、あの上だな。半分ってか全然敵がいない。時間が長めだよね。走れ。それでええんや。範囲攻撃。よし。オルドラジークさんも違うか。まあもうちょっとだからね。ちょっと無視してこっち行った方が早そうだ。いや敵いすぎだよ。割とたまらないんだ。あ、オルドラナジークさん発見。あいつ飛び込んできやがった、あの砂漠クジラ。うんうん、連続ヒットしてる。飛び込んでいって範囲攻撃、その方が早い。ちょっとずつ減らすよりはそっちの方が楽なんです。はーい、ふう、そこだ、ここだ。
残り時間半分、まあ余裕ですけど。敵がいないか、まあ、攻撃はいフィニッシュ。うん、まあまあ報酬ください。やったぜ、上鶏肉だ。晩飯は鶏肉だぜ。あ、なんか増えた。キュキュ。モルドラジーク推奨レベル37、ゲルド砂漠頂上決定戦。難しそうな感じの雰囲気を。あれやりたいね、あれ、攻撃食らうな。紙一重の注意か。ノーダメで置けってやつ、うん、もらった新しい頭フォービオ、うん、おしゃれ。さーて、食らわないようにいかねば。やーのやつもいっぱいいるー。私には剣ビームがあるのだよ。意外に死なんの。これ以上下向けない。怖い。いいんだ。怖っ。やっぱ爆弾っすかね。やっぱキリトかな。あと7体。嫌な予感しかしねえぜ。サクセス。やだ、やめて。やめろ、俺が何したってんだ。後ろにいる。後ろに、え、いや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 、全部倒しながら行ったろ。なんで後ろにいるの。なんでそういうことするの。聞い取られて食らっちゃったよ。いや、安全にさ離れながら戦おうとしたら後ろにいるんだもん。びっくりしたわ。でもよかった、ぬるめでね、中継ポイントがあったからね。お、琥珀とパール、おいしい宝石クリア。これやったらどうってやつ。これ難しそうだよ。や、何を買えというのかね。アイスキース、あ、風船のおかわり来てる。全部買う。アイスキースもね、10にはしときたいよ。お、大体10個単位だからね、必要なの。
お、インパの必殺ゲージ。インパはね、刻印の仕様がよく分かってないからね。俺使えねえや。分かったら強いんだろうけどね。リンク、槍のコンボ追加。別にね、正直これがエレキースの羽が足んねえじゃねえか。別にリンクの槍を使いたいわけじゃないんだけど、こなさないと次のが出ない可能性あるからね。よし、じゃあ頂上決戦いっちゃおうか。これをおすすめされたんでね、突破してやろうではないか。攻撃力を上げていく。ボーイミーツボーイ、バイミーツボーイだった。これだ。うますぎる。もっとよこせ。頂上決定戦だ。一人で行くぜ。お渡し機じゃないんだったら。間違えて A ボタンに手が当たってしまったぜ。でも大丈夫。やってコンボ投げすぎだろ。縦サーズに一瞬で殺せるようになったら楽なんだけど、そこまではさすがに攻撃力ないかな。リンクと言ったら回転切り。もう2回分溜まってんの。倒すのは900回。よくやった。うん、フジ、次はお前たちか。多いな。割とゲージ2本溜まるな。3本目あるなら欲しいね。ゲージもすぐ2本溜まる。もう1本あるなら早く欲しいけど。早く次の中ボス出てこいよ。ゲージ溜まっちゃってるからもったいないんだよ。よし、炎のモリブリ。やっちゃ、こいつ体燃えてんぞ。さすがにワンコンジャック。火だらけだぜ。ここ
で雑魚倒しながらゲージを回復していこう。敵をしっかり倒しきってないから仲間の部隊長たちがついてきてくれてないという。次は700行かないと次行かねえんだ。10体ぐらい。結構やっぱザコも強いんだよね。推奨レベル37のだけ。まだ次来ない。あんまり時間なくなってきたもん。750。おかわり来ない。もしかしてこれおかわり魔所か。倒した敵じゃなくて。場所っぽい気がする。だとしたらまあもうここまで来たら900まで行っちゃおう。900行ったら次のおかわりさすがに来るだろう。よし、来たー、ジークさん。さあどっちだ。氷の方かな。ですよね。いらっしゃい。どう。どこへ行こうというのかね。これはダメージになるのか。なるなる。スマッシュ。多分2回ぐらいでいけるの。弱点チェックで。どっちだ、爆弾の方か。爆弾でゲージを半分削って、あとは一発で無理やりと。めちゃくちゃ苦労だ。ピニー、あれ。おら、口の中に爆弾ぶち込んでやるわ。そのまま爆発させる。特殊フィニッシュ、そういうのもあるのか。攻撃力自体は強いんだけどね。